主張が激しいな。はい、それではポケパック続きやっていくんですが、どうしたミミロル、どうした、ん、グリーンゾーンでアトラクション遊びやったのね。今妹がそれ聞いた。はい、そうだね。前回グリーンゾーンをまあ一区切りついたんで、今回からこのビーチゾーン行くんだけど、その前にエレブンのところで10万ボルトをね強化してから行こうかなと。はい、電気の技のパワーアップだ、俺に任せろ。うん、10万ボルトをね、強化するんだけど、350個っていうのちょっとひよったんだけど、まあやっていいかなと。行きましょう。うわー、だいぶ持ってくな。よし、では10万ボルトのコツ教えてやる。え、なに、なんかコツとかあんの？あー、伝授してくれるんだ、ありがとう。エレブ師匠か。お、できたの？さあ、これでバッチリ分かったかな。お、10万ボルトの届く距離が伸びた。リーチが伸びたんだ。早速やってみようか。じゃあこの平岩にやってみるか。10万ボルト長押しし続けると っていうかもう伸びてんのかな。やってみるわ。はい、あー、うーん、伸びたのか。まあまあ伸びたのか。食らわねえ、さすがにこの距離は無理か。あ、でも結構いくな。まあありがとう。よし、じゃあ早速ビーチゾーンやっていきましょう。楽しみだね、ビーチゾーンとか。ラプラスとかいないかな。俺結構ラプラス好きなんだよね。穏やかで優しい感じ。ビーチゾーンに行きます。お願いします。ていうかね、もう編集してて思った、本当にうるさい。俺は本当にうるさい。なんかポケモンっていうその可愛さが俺をそう狂わせてしまう。ちょっと今日は落ち着いていきたいなと思ってんだけど、ヤドンコダック可愛い、好きなんだよ。ヤドンもコダックも。そして知らないお友達がいっぱい。誰、クジラ、ギャラドスいるじゃん。そんな簡単にギャラドスいていいの？うん、なんだあいつ、ごっつしゃくれ、あ、ラプラス、うるさい、ごめんなさい。ラプラスいた、やっぱりいるんだよ、いると思ったもん。そして看板ですね、読んでみましょう。ビーチゾーン、海と青空のリゾート。リゾートか、やば、いいですね。いや、海とかね、ほんとね、俺なんかね、周期的なものがあって、すげえ綺麗な海を見に行きたくなるの。ルリリってなんか知ってるな。金銀のポケモンだよね。え、ギャルドスさんとオーダイルさんの喧嘩すごかったね。何それそんなことあったの。やーろー、島をつなぐ橋がほとんど壊れちゃったもんね。ギャラドスさんとオダイルさんってお友達だったよね。仲良しだったのに、どうして喧嘩なんてしたのかな。なんで、え、なになに、え、なに、大地が揺れてる。地面が揺れてるよ。なんで、あー、びっくりした。またあの2匹は喧嘩始めたのかと思ったけど、違うみたいね。何だったのかしら。あ、気づいた。初めて見る子ね、ビーチゾーンにようこそ。近頃お客さんなんて珍しいね。ん？そっか、エンペルトさんに会うためにビーチゾーンに来たんだね。アイスゾーンもあんのか。こっから海を渡って、そのためのラプラスなんじゃないですか。君が泳いでいくには遠いから、ラプラスさんに頼んで連れて行ってもらうといいよ。ラプラスさんなら、あの橋渡ったさっきの岬によく来てるよ。さっきいたね。お願いするんだ。なんか知らないポケモンいっぱいいる。あ、コダック、あれ、なんだっけ、ムックル、ムックルもいるじゃん。あ、ペラッパもいる。あ、じゃあ、違う、スバメ。崖の上のペリッパーのアトラクション、空を飛べるやつだっけ、参加できるんだ。もちろん俺遊びまくりさ。ん？追いかけっこ。あー、こいつ速そう、やってみる。と、大人目拝見、ビーチゾーンのやつら。よし、やろうぜ、始めるぞ。あー、飛ぶ、飛ぶよね、それは飛ぶよね。大丈夫かな、あいつ速そうだな。だ、ツバメだもんね。うわー、そりゃ速いよね、そりゃ速いですよね。え、待って、でも多分チャンスタイムが来るの。チャンスタイムは大地に降りる瞬間が来るはず。降りろ、降りろ、来た、チャンスタイムやったやったね。いや、それは優しいよね。もう飛ばれたらどうしようもないもん。スバッ、あ、スバッつった、負けた、飛ぶのは負けないぞ。アトラクションの時やってくれ。はい、なんか使えそうだよね。使えそうって言ったらすげえ申し訳ないけど、アトラクションでいい感じに活躍してくれそうで。ペラップもちょっと話しかけてみよっか。うん、ああ、さっき地面が揺れたな、俺だって気づいたさ。ん、ラプラスに会いに岬へ行くんだな。岬ならビーチゾーンの橋を渡った向こうだぞ。おう、なるほど、あっちか。その前にでもさ、いっぱいいるんですよ。あれ、コダックいたよな、どっかに。あっちか、黄色いやつ、あっちか。
いや、コダックは友達になりたいな。え、え、あ、君は何こいつ、ん、何ポケモン、カワウソか、ブイゼル。向こうの島にあるギャラドスのアトラクションは泳げないと出られないよ。それはいいんだけど、最近のギャラドスってすっかり威張ってるんだ。ほう、エンペルスさんが来ないからってボスになったつもりでいるみたい。ん、あ、力からする。あ、いいよいいよ。こいつ早いかな、なんかそうでもないんじゃない。あ、まあまあですね。うん、ピカチュウの敵じゃないな、その程度なら。と思ったら本気出しやがった、早い。ちょっと、じゃ邪魔、ごめんね。あー、シャワーズいる。うん、だけど追いつくんですね、余裕なんですね。嬉しいね。ブイゼル、ブイゼル、なんでブイゼルなんだ、名前なんか由来はあるもんね、絶対に。カワウソかなあ。ブイってあれか、首に巻いてるブイだ、浮き輪みたいなやつ。なるほど、走る練習しとくね。次は、あ、そうだ、もう一回再戦挑むと強くなったりしてんだよね。そしてなんか親友になれるはずだったんだったかな。うん、そういえばもうじきオイラの兄ちゃんのフローゼル、つまりこいつの進化系。ほうほうほう、兄ちゃんギャラドスのアトラクション大好きで、ほう、すっごく早いためでクリアするってことは、その兄ちゃんフリーゼルを仲間にしたら楽になるんじゃない。オイラも兄ちゃんみたいになりたいな。ふんふんふん、じゃあその兄ちゃんね、来るかな。来たー、強そう。なるほど、首に巻いてた部位がそういう風に変わるんだ。仲間になっとくか、せっかくだし。どこだ、あれ、姿見えませんね。まあ、いや、一旦コダック行くか。そしたらコダックちゃん、可愛いですね、あなた相変わらず。あ、ごめん、うん、空から大きな岩が落ちてきて、ポケパークが海に沈んじゃう夢を見たよ。縁起でもねえな。かくれんぼで気を紛らわせよう。遊ぼう、かくれんぼしようよ。いいよ、うん、始めるよ。かくれんぼか。あいつ下手くそだな。丸見えじゃねえかよ。隠れる気あるの、あなた。あなた隠れる気あるんですか。それ待って、それ隠れてるつもりなの。隠れてるつもりなんだ、かわいいね。全然、いや、そんなびっくりする。下手くそか。君と遊ぶの好き、友達になろうよ。そういえば、お、ゴールダックが見事なクロールでビーチゾーンに向かってるって。そんな夢は夢かい。ゴールダック遊びに来ないかな。でも来るんじゃない。コダックってマサイメ見るのかな。あー、来たわー、かっこいいなー。いやー、コダックからゴールダックの進化ってほんとポケモンのお手本というかさ、すっかりシャープにかっこよくなっちゃうよね。とりあえずここにいるのはこんぐらいかってことで、まあラプラスの方に向かっていきたいよねって思ってるんだけど、まあそうはね、その方がいいかな。はい、それじゃ早速橋を渡っていこうかな。あ、君はサンゴか、サニーゴ。この橋渡ったらダメー。なんでって。僕クイズをしたくて当選簿してるの。クイズに答えられたら通してあげるよ。え、クイズ知らねえ。いやー、自信ないな。最近ってか、もう10年前の段階のポケモンのクイズだもんね、きっと。始めるね。第1問、ポケパークへ友達になるために。お、それは知ってる。最初にすることは、タックル、じっと見つめる、話しかける。タックルじゃないよね。話しかけるよね。うん、正解。第2問、君のほっぺたは何色。バカしてんのか。赤だよ、赤。うん、電気袋だっけ、ピカチュウのほっぺたって。うん、第3問、コダックの頭に、ああ、やべえ。3本かな ?5 本は多い気がする。3本。やった!正解。うん、お見事。じゃあ、ここから通してあげるね。ありがとうございます。僕の仲間はみんなクイズが大好きだよ。クイズをしゃかんったら、話しかけてね。お、いいね。なんか力比べっていうか、こういうね、クイズもあるんだね。サンキュー。さ、迷わずラプラスのところに行きたいと思ったけど、シャワーズはちょっと見逃せないよね。美しい。君も海を見に来たの。海はいいよね。うん、力比べしたいの。そうだね、君に友達が30匹できたら追いかけっこしようか。もちろん30匹より多くても構わないよ。あれ、そんぐらいいないっすか。もう、ちなみに今の友達リスト、待って、友達の数19か。
あ、そう、あの前回のグリーンゾーンのリーフィアもう20匹以上出てたから、まだ足りねえんだな、全然。そっか、お高いな、EV 軍団は。そして、君、お兄さんでしょ。うん。最近、パークのあちこちで、喧嘩争いが起きているんだよ。だけどな、友達の絆は、少しの間途切れても、きっとまた繋がる。またパークは一つになる。俺はそう信じてる。バトルしよう。いいぜ。それでは始める。こいつ捕まえた、まあ、捕まえるじゃねえや、友達だったら、あのアトラクションがだいぶ有利になる。てか、あ、そう、バトルか。バトルはちょっと怖いな。うん、よいしょ。違う、ピカチュウ避けた、危ない。うん、よいしょ。待って、撃てー。そしてこの後にこれがぶつかる。そう、これね、コメントで教えてもらいました、ありがとうございます。危ない。全然大丈夫、全然弱いよ。避けちゃうもんね。そして撃って、そのまますぐ突進のこのコンボ、ありがとうございます。いやー、コメントのお師匠の皆様のおかげでだいぶ楽になりましたね。やるな、ブイゼルにも見習わせたいものだ。友達ならアトラクションの時にはやんでくれ。ギャラドスのアトラクションにはいささか自信があるんだ。プロオーデル友達になりました、ありがとうございます。これ嬉しいね。ぜひ使わせてもらおう。使うじゃね、協力してもらおうどうしてもポケモンを使うと言ってしまう人間の醜いところ。さっきさ、ゴルダックいたよな。ゴルダックもう友達になりたいんだけど、あれ、いなくなっちゃった。なんだあいつ、サメ？サメかい？君サメかい？届かないか、届かないな。ちょっと気になるな、あいつも。とりあえずあっち行くか。あいつは知ってるぞ、金銀にいた。なんかワニの、なんだっけ、クロコダイルじゃなくて、なんだっけ。お、こいつはオーダイルね。ワニの子、ワニの子の進化系だよね。あほんっつったな。ん？ラプラスに会いたいって？アイスゾーンに行きたいんだな。ラプラスならこの先の無邪気にいるぞ。と言っても岬への道は岩で塞がっちまったな。俺の力で岩を壊しちゃってもいいが、その前にギャラの先生をギャフンと言わせてやってくれ。最近あいつおかしいんだ。ゾーンマスターのエンペルトが来ないのいいことに、自分がビーチゾーンのマスターだなんて言い出した。俺が言うとまた喧嘩になるからな。お前に任せた、よろしく頼むぜ。おお、しゃくれって読んでみました。いや、でけえな、でけえな。おお、食われそう。待って待って、ちょっと近くで見たい。来る。おお、いいいいいい、すげえすげえすげえ、化け物。そしてじゃあまずラプラスのとこに行くにはギャラドスに、うん、勝つしかないのか。そうだよね、きっと。この先、そう、ラプラスの先なんだ。わかりました。じゃあギャラドスをギャフンと言わせに行こうということで、あっち側かな、あっち側に行ってみようか。ん？なんだ？ポチャポチャ。え？ポッチャマ？ね、ピカチュウ、僕だよ。あっち側にいる。無事だったんだね。うん、僕も元気。みんなは？よかった、チコリテに会えたんだね。うん、僕も後で集いの広まったところに行ってみるよ。実は今困ってて、君がいてくれたらなって思ってたんだ。そうなのはなんか、ん？そうなんすは知ってるよ。そうなのって、その進化前かな。木の実を探しに来たら橋が壊れちゃったの。僕を避けないの、帰れないの。ね、そうなのが大変なんだ。グリーンゾーンのビッパーなら。あー、ビッパーって人にお願いするんだ。ビーバーだ。なるほどね。橋を作れるんだって。ビッパーを探して橋を作ってもらってよ。グリーンゾーンの川のそばにいるみたいだよ。おー、会えた、ありがとう。でもな、坊ちゃま、お前がピカチュウのことを落としたのは忘れねえからな。お前で落としたのは。人殺し、ポケモン殺し。ちょっと待って、ピジョンじゃん、ピジョン。ほう、キャモミに誘われて遊びに来た。空を飛ぶアトラクションがあるらしいな。ん？バトルしてみる？勝てるかな、強そう。なかなか気合の入った目をしてるな。始めるぞ。おーおー、怖い怖い怖い。あ、だけどゲージ殺分だ。こいつ弱えな。さてはな、あのさ、そういえばね、ジャンプしながら、うおー、怖い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 。ジャンプしながら撃てると。あー、撃てる撃てる撃てる。当たってないけど、これ使っていきたいね。あー、怖い怖い怖い。一旦逃げてからの振り向いての、いい、よいしょー。リーチ長いから届いた、サンキュー。そして追い打ち。ほら、俺は置き攻め行くか。置き攻め、置き攻め、行かない。くそ、やべ、来るか来るか来るか。いや、待てよ、迎撃すれば迎撃、迎撃。ほら、あー、くそ、
痛い痛い痛い落ち着いてやれば全然勝てる。おお、やるじゃないか、友達になろうぜ。やったー。ポルダックちゃん、お話しよう。うわ、結構でかいな。こだってた、波に乗りに来たぞ。ギャラドスのアトラクションは遊んだか。ダッシュフラッグはしっかりと進めよう。スピードがグッとアップするからな。バトルやろうぜ。ここら辺のポケモンはみんなバトルしたかんな。いいよ。てか相性的なものもあんじゃないの。うん、水ポケモンはさすがに電気に弱いもんね。さあちょっとお手並み拝見。おーおお、どんな感じ。うわー、意外とやる。やるなおめえ。避ける、そして打つ。いやー、外した外しちゃった、やぶね。もう突進でいく、突進でいく。よし、突進。いや待てよ、ここまで来たら危ない、危ない。うわふーい、うわふーい、あぶねー、やべ。ここは、え、違う、逆、ピカチュウ殺されるぞ。やられた。悔しい、悔しい。再戦だ。もう手加減しない、手加減しないぞ。ここからの、あ、くそ、外した、くそ、難しかった。もう一発いける、いける、よし。おーし、虫の息、虫の息のゴルダックちゃん。あー、避ける、そして撃つ、かっこいい。そうそう、こうしたかったんだよ。やったね。よし、見事だ、ダイナミック、優雅。そんなお前と友達になろう。やったー。一応もう20匹は超えたね。まあグリーンゾーン行くことあったらリーフィアと、バトルしてみようかな。よし、ってことでギャラドスだよ。しっかりギャラドスやろう。いや、ポケモンがいっぱいいるとほんと目移りしちゃうね。どこにいるっけ。こっちじゃなくて、あっちは、あっちではない。ん、違う、こっちじゃないな。こっち側か。一応マップにあるさ、なんか青とか赤のやつ、青が確かアトラクションがある場所だから、そっちにギャラドスがいると見たけど、君違う、クジラポケモン違うな、あれ違うな。ん、あっちだ、あっちだった。ちょっとあのクジラすげえ気になるけど、一旦スルーで。あー、そっかそっかそっか、ギャラドスがいるところに行くには橋を作らなきゃいけないんだ。ってことで絶対にもう一回リーフゾーンに行くんだ。あ、グリーンゾーンか、グリーンゾーンに行くんだな。じゃあサクッとそのビッパーのところに行ってみようか。はい、グリーンゾーン来ました。川のそばにいるらしいね。まあ、ビーバーっぽいやつだね、きっとね、ビッパー。どこだ。あ、あいつだ、絶対あいつだ。ビッパー、うん、あ、いてる、自分で自己紹介してる、ビッパーって。ビッパー、あら、あなた、いいところに来たじゃない。グリーンゾーンに兄弟といたこと、友達を呼びたいんだけど、泊まってもらう場所がないのよ。木材があれば部屋を作れるんだけど、あと少しだけ木材が足りないのね。あなた、ね、手伝ってちょうだいよ。あなたには木箱を壊して木材集めてほしいのよ。私は私で木材集めるからね、頼んだわよ。ダッシュで木箱に使ってみよう。ああ、木材集めに変わるか、なるほど。はいはいはい、とりあえずそこに木箱1個あったな。おねえだったな。木箱ね、木箱に突進して、これを持つで持ってくのかな。あ、かわいい、これ作業するピカチュウ、かわいい。じゃあ持っていこう。はい、木材よ。あら、助かるわ、木材持ってきてくれたもんね。これで一つ目の部屋が作れるわ。兄弟のために作るんだ、部屋を。へえ。お、作るの、見たい見たい見たい。え、どうやって作ってんの。コンコン言ってる。できたできた、暗転したらできた。じゃあこれでこっちのお願いも聞いてくれるかな。まだまだ家を広くしたいのよ。あなたのおかげで兄弟が来たけど、これからいとこと友達も呼ぶの、あなた頼りにしてるわよ。また木材お願いね。また、これってもう一回やったらいいのかな。あるもんね、ここに。あ、あるわ、持ってく。うん、持って持ってきたよ。で、このお願いを聞いたら、そのギャラドスの方をやってくれるのかな。まあ悪いわね、助かるわ。お、どんどん拡張中ですよ。あ、あれ兄弟、かわいいな、なんか。あ、来ますよ、暗転からの。できたあなたのおかげでいいとこ遊びに来たの。
あなたってほんと頼りになる子よね。そこでお願い、友達が来る前にまだまだ家を広くしたいの。頼むわよ、もうぐさいお願いね。マジでまだかよ。あるからまあ近いからいいけど、うん、さすがにもうこれ最後かな。うん、はい、持ってきましたよ。まあなんて優しいご感謝、いつも助かるわ。さあ来ますよ、暗転からのドーン来ますよ。てかさ、こんなにどんどん広くしてさ、ダムになっちゃわない？大丈夫？うん、ああ大丈夫だ。てすげえな。どんどん侵食しております。ポケパークグリーンゾーンにどんどんビッパが繁殖しております。いつもお願いばかりで悪いんだけど、また木材が必要なの。あんたのおかげで友達が遊びに来たのよ。そしたら話を聞いたおばあさんも遊びに来たいって。なんとちょっとだけ木材お願い頼んだわよ。マジかよ、まだかよ。な、普通こういうのって3回がね。あ、ヒコザルだ。ヒコザルまだ友達になってなかったな。まあいいや、普通3回ぐらいだと思うんだけどな。もうこれ最後かな、さすがに最後だよね。うん、はい、持ってきたわよ。あら、木材でほんと助かっちゃう。これでおばあさんもいらっしゃるわ。ありがとうね。さすがにラストね、これが最後ね。これ以上言ったっけ、ちょっとやりすぎはな、ナッチ。うん、ここに住んでるわけじゃあるまいし。てか、ここって住める場所なの、ポケパークって。うん、あ、これは完成のファンファーレかな。はいはい、みんなこのゾーン気に入ってるわ。みんな埋めたのもあなたのおかげ。ほら、木の実あげるわ、お礼の気持ちよ。困ったことがあったらいつでも言ってちょうだいね。終わった、やっとだ。終わった終わった。で、木の実も、おお、ビーダルでかくなってきた、進化系か。で、そう、おは、あのね、橋を作ってほしいのよ。あら、ちょうどよかったわ。あなたのためにできることがないかしらと思ったのよ。ビーチゾーンに橋を作りたいのね。そういうことなら任せて。ありがとう、行ってきてくれた。行った、仲間にお願いしてきたわ。もうビーチゾーンについてるんじゃないかしら。材料さえあればすぐに橋を作ってくれるわよ。材料、じゃあまた、え、また材料いるの。まあでもそれはビーチゾーンにあるか。ビーダルも気になるけど、もういっぱい気になるな。で、リーフィアも行きたかったけど、ちょっと今回尺長えから、まずちょっと橋見に行きたい。ビーチゾーンに行こう。はい、ビーチゾーン来ました。橋できてるかな？ピッパの、その友達が作ってくれてるはず。作ってなかったら許さねえ。あ、でも待ってすか、木材いるのか。あー、なるほど。これか。はいはいはい。じゃあ、こいつだ。うわ、ごめん。仲間から話を聞いてこのゾーンに来たよ。そっちの島に渡りたいのって君だよね。橋を作るための材料集めてるんだけど、君も木材持ってきてくれないかな。これね、オッケーオッケー。こいつはお姉じゃないのか。はいはいはい。で、これか。よいしょ。これ何個いるんだろうな。いっぱいいるのかな。持ってこう。木材だね。これで材料揃ったよ。お、一個できる感じ。それじゃあ早速作り始めるね。さあ、作ってくれます。え、待てよ、なんだ、サメ肌。おうおう、待ちな、お前、誰の許しがあって橋を作ろうとしてるんだ。ギャルンさんがいいって言わなきゃ橋なんか作っちゃいけないんだぞ。マジで？え、ギャラドスの許可いるの？え、どうしてギャラドスの許しがいるのさ。ビーチゾーンとアイスゾーンはエンペルトがマスターで自由にいろいろ作らせてくれたじゃない。お前なーにも知らないんだな。ビーチゾーンのマスターはギャラドスさんに変わったんだ。エンペルトなんて関係ないね。なんだって、勝手に決めないでよ。橋を作っちゃいけないってのもヘンテコだよ。橋がなきゃ泳げない子はどうやって島渡るのさ。泳げないならキャモメみたいに飛んで渡ればいいだろう。お、いいこと思いついたぜ。お前たち、ペリッパーのアトラクションクリアできたら特別に橋を作らせてやる。飛べないお前たちは無理だろうけどね。おめえ悪いやつだな。おめえすげえ悪いやつじゃん。なんだ、見た目からまあ想像つくけどさ。なあ、そしてあいつの射程感半端ねえ。そして何、ペリッパー、ペリッパーのアトラクションってあっちの方かな、あれかな。じゃあなんかすげえ手順があるな。ペリッパーやって、で橋作って、でギャラドスやって、でそんでからラプラスの方に行けるみたいな。じゃあ今回これやって終わろうかな。これかな、きっと。違う、これフラライド乗り場だ。違う違う違う、行かないよ行かないよ行かない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 よ。持ってかないで俺を。うん、で違う違う、ペリッパー、ペリッパー、ペリッパーって、あれ、いや違う、あれじゃないか、ペリカンだよねきっと。ん、こ
これ、君じゃないか？君か？ペリッパーって。違う、もうキャモメだ。あ、これか、これペリカンだよ。ペリカン、ペリカン、絶対ペリカン。調べる。羽ばたきスカイレース、スカイレース？羽ばたいてリングをくぐろう。3回の秋の10個いただきます。はい。え、面白そう。君がペリッパー？いや、待ってたよ。サメ肌のやつが僕のアトラクションをクリアしてこいって言ったんでしょ。え、どうして知ってるかって。まあいいじゃない。さあさあ、アトラクション始めるよ。羽ばたきスカイレース遊んでくなら君10個ちょうだいね。はい、どうぞ。さあ、こっちへおいで。え、空中に浮いているリングをくぐって高得点を目指すよ。面白そう。え、これでピカチュウは無理だよね。ってことで友達にお願いするのかな。スタートが飛び始めて、横に置きたいときは、あー、なるほど。Wii リモコンを横に持ったままでいいんだ。傾けるんだ。で、上や下は、あ、こうやって前後ろに。わー、ちょっと難しそうだな。了解です。で、リングくぐればとりあえずいいと。お、人気のポケモン。ムクバード、トロピウス、スバメ。スバメは友達になったかな。あれ、ムクバード。あ、ムクバードってムックロン止まったんじゃない。で、ピカチュウは使えない。ムク、ホークもいるの。進化系かっけえな、お前。鬼スズメもいいでしょ。スバメで行く。ピジョンもいるじゃない。でもさ、このプレゼント記録が結構いいヒントだよね、多分。いや、スバメよりもピジョンの方がプレゼント記録高いし使いやすいんじゃないかしらと。行ってみよう、ピジョンで。お願いします、ピジョン兄さん。お留守番ね。わあ、わあ、かっこいい。うわ、すごいすごいすごい。楽しい。もう楽しい。始まってないけど。さあ、傾けて。ああ、結構早い。あ、もしかして、ピジョンは、待て、早すぎるのかもしんないね。もしかしたらね。ピジョン、金、ピジョン早すぎる。ま、虹は絶対取りたい。虹は取るも早すぎるな、ピジョンって。いや、これは、もう、決まってこれぐらいなのかな。全然曲がってくれない。全然曲がってくれません。ピジョンさん、言うと聞きません。ピジョンさん、お願いします。ピジョンさん、全然だ。さあ、むずい。ピジョンはすげえむずいのかな、もしかして。ちょ、これやり直しかもしんないな。まず一応最後までやるけど、全然ね、思い通りにね、言ってくんないのよ。わあ、これ無理でしょう。目標記録は超えてる。一応超えてる。なんだ、そうなんだ、優しいな。じゃあとりあえずはこれでいいんだな。クリアおめでとう。ところで君、空から降ってきた光るかけらを探してるんだって。え、どうして知ってるかって。キャモメたちの噂好きを甘く見てもらっちゃ困るな。君とサメ肌のことあってキャモメから聞いてたのよ。君、なかなかやるじゃない。ほら、かけらあげるよ。ありがとう。そう、アトラクションクリアしたらもらえるもんね。いや、ギリギリだったな。うん、そういえば君、翼はないけど走るのは得意そうだよね。集いの広場にダッシュのテクニックを、おお、教えてくれるポケモンが来たって噂だよ。もっと早くダッシュしたければ行ってみたら。ほえや、なるほどね。ダッシュのこの突進も、ふんふんふん、きっと強化してもらえるんだな。オッケー、とりあえずいいんじゃないかな。ってことで、橋を作りに行こう。